高田台の奈緒です。夏にさっぱりのデザートがあると聞いて新宿高野にやってきました。新宿高野といえばフルーツで有名ですが、そのフルーツを使ったゼリーがあるそうですよ。早速調査したいと思います。見てください、入れ物がこんなに可愛いですよ。今日はこの中から私の大好きなスイカをいただきます。見てください、プルプルです。とってもみずみずしくて生のフルーツを食べているような感じです。さすがフルーツ専門店ですね。季節ごとに旬のフルーツが楽しめるそうですよ。今お召し上がりいただいたのが果実ピュアゼリーのスイカでございます。青森県産の果汁をふんだんに使用しました。新宿高野のゼリーの中でも特にこだわりを持ったゼリーが果実ピュアゼリーでございます。果実型のオリジナルカップが特徴のフルーツピューレや果汁をふんだんに使用したフルーツタイプのゼリーでございます。新宿高野の果実ピュアゼリー、夏のギフトにもぴったりですね。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来